はい、どうも、しぶです。こんばんちは。おはこんばんちは。やってまいりました。オデッサ鉱山、なんか、オデッサ鉱山率高くないですか？という気はしなくもないんですけど、日によってなんか高い比率は違いますね。しかしこれあれですよね、今ここまでワンブースで行けてますけど、階級によってはこういうゲルグであったり、まあドムがいればいいんですけど、ドムをじゃあ例えば持ってない階級の人っていうのは間違いなくあれですよね、あそこまで行けないですからね。結構そこだけでまず撤退してますね。カチ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 って感じでね。カチ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 って爆撃きた。爆撃きた。これはまずいパターンか。惜しい。まあ3を取ったことによってこっちに湧いちゃいましたね。まあ仕方ない。一応もうちょい来てくれると取れたんですけどね。あれだいぶ違うんですよ、取れると。入ってますね。素晴らしい B。ナイス、グッジョブ。グッジョブっていうボイスが欲しいですね。ちょっとこれやばい。やばいっすわ。まあ、ビーコンだけ置いときましょう。すぐ忘れてた。あれがめんどくさいですね。一応こっちの射程も長いんでね、スナイパーだけ気をつけつつ。 OK、 ノーロックでいきますよ、あの距離だったらね。あ、次核出しましょうね。爆撃注意しましたね。まあ、崖上ちょっと欲しいですね、人がね。これ核、まあただレーダーが素晴らしいです。素晴らしいレーダー。毎試合結構マップによってね、いったこれ空中を浮くと叩き落とされるパターンでございますな。
ちょっと撮りますよ。まあ、これしゃあないですね。戦艦来てるよ。動かしますよ、こっちの戦艦もいるんで崖をうまく使ってください。これぶつけてもいいんじゃねえのって気がしますけどね。見事なものだな。もうこれ仕方ないです。こうせざるを得ない。さあ、押してくれ。戦艦全然減ってないんですけど。さあ来るぞ。あんま来なかった。しかしおっと、そこはまずいぜ。ここは出すべきでしょう。ドムがいれば私が自分で出して自分でやるってね。あ、こんなんやってない。間違って字を押しちゃうとあれが今度嫌ですね。4取られたんですね。上から、こんなところに補給艦出しましたっけ。そうかそうか、援護に行きましょう。本当はね、もっとチャットしながら撃ったらいいんですけど、そんな余裕がないんでね、申し訳ない。だね、4取られたらね、非常にまずいですよ。なので行くしかないんだ。もう最悪のケースを考えてここで削りましょう。今の食らうの？オッケーね、もう壊せること前提でやりました。
さあ、4をね、あと40秒。これガンガン行くよ、もういけるからね。元気ですね皆さん。どっちがいいかな、こっちの方がバレにくいですよね。敵のいなかったですね。さあね、レーダーがないんでね、来た来る可能性高いぞこれ。あ、行って。合いますね。これは地下か、下ですね。ここか。X 狙いか。
さあ、あと5分ですからね、気を引き締めていきたい。ちょっとチャットしてるんで喋りが少なくなりますけども、申し訳ない。これ間に合うかな、もうちょい前の方がいいんじゃないかな。まあ、いけるか。ジュアクでいけるならいけるはずだ。さよならジュアクちゃん。戦艦来てますね。ここで中途半端でね、もう寝ずに行くし、痛い痛い痛い。みんなは誰かがやるだろうという求め。今はそれどころじゃない。ギリギリ届きました。ゲイ、結構削った。頑張っちゃうよ。お父ちゃんいけたで。あと核を出したいんですけどね、本当はね。自分で持つ。取られちゃうな。まああ、突っ込めよ。いただきました。ごちそうさまです。イエス。イエス、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 イエス。イエス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 、セルさんの核でございます。いや気持ちいいですね、気持ちいい、爽快だ。で次ネズミ行っちゃうみたいな感じですね。録音したきゃいいじゃないか。核出てますけどね。まだ耐える。あー、こけちゃった。よっしゃ、決めましたよ。
勝利です。お疲れ様でした。よし、久々の格でしたね。いい感じだ。自分で出して自分で決める。おお、これはひどい。ちょっとこれはひどい。もっとなんか、もっとあってもいいんじゃねえのみたいな感じですけど、いや、久々の格ですね。気持ちいい。ね、戦艦がいい感じで突っ込んでくれましたね。戦艦に気を取られてる隙にっていう感じでした。あ、なかなかいい感じでした。タイミングがあった、素晴らしい。そんな感じでした。いや、気持ちいいですね。それではですね、ここまで見てくれてありがとうございました。また次回、まあ、多分この次これが始まるんですけども、ちらっとね、またお会いしましょう。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。